1960年代も末になると、日本車は国際舞台に本格的な名乗りを上げる。その先兵となったのが1969年に登場したフェアレディ Z だ。米国日産を率いる片山豊が今こそ本格スポーツカーをと本社を説得し、ヨーロッパ車に叩きつけた挑戦状。 Z の歴史はここに始まったのである。そんな Z の黎明期に高性能のシンボルとなったモデルが432だ。他の Z が L 型エンジンを搭載していたのに対し、432はその長いボンネットの下にプリンス R380 の血統を引く S20 型直力 DOHC を搭載。4は1気筒あたり4バルブ、3はツインチョークキャブレター3機、2は2本のカムシャフトを意味し、その最高出力は160馬力、最大トルクは18キロを誇った。この432は 432R というレース仕様も作られた。軽量化のために FRP ボンネットを採用した 432R の生産台数はわずか30台余りだった。しかし高性能の裏には苦労もあった。 S20 型は非常にデリケートで、このエンジンを本当に歌わせられるのは日産オッパマワークスのベテランメカニックだけとさえ言われた。このため日産はレースマシンの軸足を徐々に 240Z へと移していくのである。この 240Z は 2.4 リットルの L 型エンジンを搭載したアメリカ COZ で、どこから踏んでもぐいぐい加速するタフネスさが持ち味。モータースポーツに投入するとサファリやモンテカルロといった国際ラリーでも大活躍を演じた。この活躍を受けて 240Z は71年から日本でも販売が始まった。中でも G ノーズと呼ばれたノーズの長い 240ZG は迫力あるオーバーフェンダーもあって大人気となり、 Z の名を一躍スポーツカーの代名詞へと高めたのである。